地域情報配信チャンネル取材担当の二の舞明です。今回は百名山の一つ伊吹山に登る予定でしたが、山頂周辺の天候があまり良くないようなので、先日冬山登山のために購入した10本爪アイゼンとスノーシューの着脱動作の確認と歩行確認を行います。